パターチコチーム。続いて切っていくカードは高広椿。さあ白熱戦は相当やっております。この男そのキャラ対興奮に発揮してもらいたいところ。まずはチャージ拳を止める。そしてこの投げさらにチャージ拳を追加。普通の投げからゲージを使ってこのボス123いったけどな。そしてトルガースジェダーピックス。そして123そして行きますね。ジャニア、さあ残酷指導のオーバードライブ。これは一体どこまで減るか。結構体力マックスほぼ無状況。しかしカメルソンにはバースがある。さあこの確認とかの素晴らしい。さあ流れ椿相当集中できてるか。これは落下から突っ込んでいく。これが目安の方がしっかりと追撃ができる。あなたに私の振るやはり金キップ当たったではないか。このラウンドまずは椿が取ってダメージチャージチャージでいい感じに強者と同じ成功。しかしこれは虹で落ちない。さあゲージ回復と昇竜拳が光って金キップ。さあボタンがあったら123CD 使って音を回して特殊戦からで アキト EC 対決しかしオーバードライブ発動。そして強化タックル リリーのボルト残って。さあどこまで体力残り1割を白面オーバードライブしか点灯している。これほど怖い状況もないが最後はかりでフィニッシュ。高広椿が取っていく。The Wheel of Fate is turning。さあ出てきました。こちらに対して出てきました。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 レボーティーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、アクセンロケーターここはダメージ高く追いつきたい。さらに中断してすると見えなくなってくる。このゲラさあ、チャージングなキッパーにかなり苦しかったみたい。どうなってね、すぐ大会見えてる。捕まりやがら、タッチ1、しっかりと、さあ封鎖していく、1-1。レボー3、アクション。さあ、ワンプッシュを当てていきますと、捕まりやがらまで遠距離で。さあ、行きます、せっかく、どう？こっち、こっち。まだまだ
なっているんだよ。とりあえず明かりでスパイクを消してとりあえず明かりでスパイクを消してとりあえず明かりでスパイクを消してさあ、だって入れてさっさと壁端さあ、苦しい苦しい、ニューの壁端ここは止まらない人飛んでいる。次元お待ちなさい。さあ、散々時間をかけて悩みに悩んだ挙句、あまり高キャラではないキャラクター、椿に対して出てきたのはクソゲー中心カルル。アクション開幕方向、離していく。さあ、引っかかってしまうと、明かりをうまく使ってトランティを消していく。下から待ち構えなかったジャンジーカウンターからしっかりと崩していく。さあ先に1本取ったら高いの椿、秩序は必要なもレボル2アクション。ボランテアルレット使い負けボランテ突っ込んでくる。さあ翼で逃げて一瞬だけ高さが合わず一人を画面ヒット。これは美味しく青ビートでも構えなし、ここを繋げていく。大ダメージ取って下で待ち構える。ここは翼を使って逃げる術式。さあ明かりを使ってボランティアを消してアルレット当たって体力は半分切ったところ、さあカルルが追う。ここは審判で突っ込んでタッピー、ちょっと打ち抜ける。じゃあ右からバトル続く。ここは鍵は無理しない。ボランテ極高賞。さあ、翼に行かなくて残りから3割。おっ、で、アルフルで EC タイトル打っていく。さあ、クーターに1体挟めていきなり画面端を挟み取った。投げ、ここは無理よ。レッツアップ、まだまだ。さあ、ここはずっとラーキックで手が当たった感じから負けて、ここ打っていく。まだ進化しないが状況的な感じになってる。通常だけ抜けていく。上がりに来て通常だけ、あーっと、そこで大手に絡めて殺していく。The Wheel of Fate is turning. さあ、ビッグワンの8人目のカードとして出てきました。ブレアノエル、早く押し込んでいく。ここは、確認ボディからダメージを取っていきます。これからすぐやり、氷を下げまして、ここは入れ替えですね。まあ、開幕からかなり美味しい状況になったのはノエルか。さあ、ジャージゲート前に突撃乗っていく。もらいました、しっかり逃げている。引っ掛けて
저거 ダメージ、オスパニック、オーバードライブから、ダメージ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